魂のカレー武士住まい強さをお見せします。ポケモンカードパン、ルールは簡単。パックを全部開けてカードをシャッフルし、その中の6枚を選び、そのカードに描かれたポケモンを対戦で使用する。ただし上記の条件を満たした場合は残りのカードを追加して決めることができる。以上。皆さんこんにちは、スイカです。今回もポケモンカードパーパーティーを決めていきます。今日開けるパックはこちらのシロバドリックスをメインとした白銀ランスを開けていこうと思います。ちなみにこのパックはね、なんか京都に行ってたまたまポケセンに売ってたやつをたまたま購入できたんですが、なんか黒馬バトリックスの方、あれちょっとタイトル忘れましたけど、あっちのパックは売ってなかったんで、ちょっとそれだけが残念でしたね。いや、ちょっと動画ネタを増やすためにポケカのパック買いに行ったのはいいんですけど、いや久しぶりにね、やっぱ黒バトリックス使いたかったんで、まあ今日は白バトリックスで我慢して、まあ当たるか分かりませんが、早速使っていこうと思います。まあ、白バドレックスもね、なんだかんだで、まあ、ちょっと弱点保険を絡めたら間違いなく強いポケモンではあるので、ちょっとその辺でね、じゃあちょっと強いポケモン引いて、撮影も早く終わらせたいところですね。ということで、早速1枚目見ていきます。1枚目はこちら。ザーナイジャー。お、なんか早速当たり引いたね。4パックで結構、最近のポケカって当たり引けるんですね。まあ、ザーナイジャーも悪くはないかな。あー、キルリア。なるほどね。まあ、キルリアでトリックルームと両壁要因、こちら完成したので、これは悪くはない。なんならサダイジャで、ステロもばらまくこともできるし、悪くはないですね。ちょ、こいつはいないんで、また引き直します。で、続きですね。石住まいか。あ、カウンター要因できたな。これでザシアンも全然、ザシアン今回余裕で倒せるの結構でかいかもしれんな。イワンコ。イワンコはちょっと、厳しいかもしれんな。うん。岩系が今回のパック多いんですね。ああ、めちゃくちゃ岩多いね。じゃあ最後が、こちらで。ああ、これはちょっと知らないアイテムだ。最後は、ボスゴドラということで、全体的に岩岩してるパーティーが来ましたね。ちなみに残りのカードは、おー、てか、なんか、地味になんか当たってるな、後ろ。なにこれ。お前、ボルケニオンいんの？うわ、ボルケニオン使いたかったんけど。うわ、なんか、うわー、ボルケ欲しかったー。対戦、よろしくお願いします。今回の選出は先発、石住まい。で、あとは、サダイジャとコトラ。この3匹戦っていこうと思います。さあ、ゼルネアスから来ましたね。ゼルネアスは、まあ、オッケーかな。ここやることとしては、ここは別になんか、身代わりとかされていいんで、カライブから入ります。上空、はい。で、相手がどうするかだな。ちなみにゼルネは素早さ2倍になったとして、166の2倍やから、332か。332でしょ？で、石住まいが素早さ3倍になったら、アレクサ、117×3 は？ 117×3 は抜かしてるんだよね。だから、ここは、相手がダイマックスするかどうかのジャッジも含めて、もう一回カライブでいいと思います。オッケーオッケーオッケー。ダメ系するか。これで、ストーンエッジでワンパンできるんであれば、ワンパンできるのかな？攻撃、4段階上昇させてもストーンエッジこれ乱数なの？おい、マジかよ。マジえ、ちょっと待って。とりあえずここはじゃあもうダイマックスでいいよ。どうやらですね、ゼルネアス、耐久無理だったとしても、石住まい攻撃4段階上昇のストーンエッジ、85.1% から101.何%っていう計算式だったんで、皆さん、ダイマックスしないと、倒せませんので、気をつけてください。まあ、ということで、相手がたまたまダイマックスをしてこなかったので、これでゼルニアスを倒すことでできましたね。で、これ倒せるのはいいけどさ、これ結局のところ、パルシェンとザシアン、この辺先制技持ってたら意味ないんだよね。ちょっと、それが、いかがなものかっていう感じで、あれ待ってよ、待って待って、色違いのザシアンって、俺の偏見よ。俺の偏見やけど、こいつさ、
か入れなくないかだよねー。そう、剣舞、インファ、邪霊、剣舞っていう技構成じゃなかったっけ確か。よし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 。やっぱ石住まい最強なんだよなー。え、ここでもうパルシエン出してこないんだったら俺勝ちじゃないか。もう後ろにコドラも控えてるし、もうネクロズマも怖くないんですよね。パルシェンおるんかい。まあ、パルシェンは何、紅葉つぶて持ってないってことなのかな。これ紅葉つぶて持ってないからだね。ああ勝っちゃったわ。まあこれでタスキまでは行っちゃうんですが、砂嵐のスリップダメージでまあ勝ちですね。はい。防塵相手ここからやぶってきてるけど、たまたま今回は先制技を持っているポケモンがいなかったんで、まあなんとか勝つことはできましたね。はい、ということで大差出した。てか、待って。カレーブ一回積まれてるパルシェに抜かされてんねんけど。あ、違うわ。石住まいが砂ダメージ入らないからだ。対戦、よろしくお願いします。今回の選出は、コドラ、石住まい、サダイジャの、この3匹戦っていきます。今回ちょっとヌオーがいるんだよな。いや、ヌオー無理なんだよな、本当にもう。草ポケモンがいないから、メタローにはメタれないんですよね。この対面は有利対面だね。多分このデデンネっていうポケモン、ほっぺスリスリでコドラの頑丈を崩しに来ると思うんで、ここで僕がやることというと、まあ、モロハの続きからでいいかな。デデカスを潰しに行くという感じでいこうと思います。ここでね、欲張って、ステルスロックから入ってしまうと、デデンネが甘えるを持ってた時が結構めんどくさいんですよね。なのでそれを避けるためにデデカスをぶち殺します。剣盾に入ってデデカス見るの久しぶりにやな。でデデカスをぶち殺してウロラゴン出てくると、でウロラゴン、あ、いけるかな。じゃんこれもなんかもらいましたね。ここはもうエラ神の餌食になっちゃうんで、ステルショック決めれた。ステルショック、はい。まあそういう方向性で進めていって、で、後ろが誰かなんだよなこれ。カウンタープラス弱点保険で、ウオノラゴン倒しに行けるから、むしろそっちの方向性で行くか。ここで石住まいね、117素早さあるんで、ウオノラゴンの素早さ、殻破ってしまえばスカーフゴミで抜かせるんですよね。ここは石住まいで、殻破って弱点保険いただいて、ストーンエッジで仕留めていく方向性で行こうと思います。さあちょっと、理不尽な急所負けが結構多いんで、非常にですね、勝率が不安定。さあ、ここから行きましょう。魂の空破り石住まい、強さをお見せします。で、自信で倒せるなら正直ご自信をしたいんだけど、強気でいく。男は黙ってストーンエッジ、よーっしゃいいね。ここで魂のストーンエッジを打てたのはうまいよ。男だよ、石住まい。やっぱ進化前最強ポケモンなんだよな。で、サザンドラは、これちょっと上からスカーフで取られてる可能性があるので、ストーンエッジを打たざるを得ないと。ダイマックスは打てない。あれ、ダイマすんの？ちょ、頼むわ、ここ。ちょ待って、ここ。ここめちゃくちゃ大事。はい。さあ、どうしよう、こっから。困りましたね。サザンドラどうしよっかな。ここでね、石住まいがね、ちゃんとね、ストーンエッジ当ててくれたら、これ多分8割ぐらい HP 削れたと思うんで、いや、もったいないんだよな、本当に。命中率、本当にゴミなんだよな。ここレブル界入ります。まあ、アークされるとこれ特防が下がっちゃうから、うまくないんだよな。ただ、僕はね、まだこっから勝ち筋全然あります。さあ、ここで眠ります。はい、眠ることによって、これで一応ダイマックスを実質一旦稼いだと言っても過言ではないと。で、ここで、はい、カゴの実を発動させて、で、次のダイウォールで相手のダイマックスがこれ終わるんですよね。なので、それを狙って、そっからダイロックをしていくというのが僕の真の狙いです。さあ、ということで、サザンドラ、勝負しようか。多分、これで、流星群、僕、二体できると思うんですよね。二体できるから、まあ、こっから、第6区で、僕が2回でサザンドラを倒すことができれば、ほぼ勝ちか。
で、ワルダックミ持ってるサザンドラの場合は、そっから流星群で僕がさ耐えることができれば勝ちって感じですね。さあ、あえて絶妙に勝ち筋を持ってることで僕は非常に悲しいですね、これ。うわぁ、流星群耐えてもらうしかないんだよな、こっからね。ダイアークナノダメージでしょ？めちゃくちゃ怪しくないか？流星群かわしてもらうしかないよ、ここ。アクアなら一番安い、ちなみに。あ、それは勝ちだわ。あぶねえ対戦ありがとうございました。まあ、どうなんだろうね。やっぱ、まあ、流星群あったら、僕負けてましたね、これね。OK、ということで、対戦ありがとうございました。まあ、すべては石住まいがストーンエッジを当ててくれたら、こんななんかヒヤヒヤした勝負を避けることができたということで。